寝て待つのは家宝だけでいい。朝5時。朝早くからすみません。ひろひろ署の者です。はい。実はお兄さんの誠司さんのお宅で火災が起きまして、身元のご確認を。は？俺は訃報なんて望んでいない。ましてや明らかに事件性のある兄の訃報なんて。ヒロヒロ探偵団。本当に兄さんの家が？行き慣れた道を俺は警察署の車で進んでいく。きっと何かの間違いだろう。兄さんは不在だったんだろうと疑っていた。だけどショックを受けるかもしれませんが、当然俺はショックを受けた。確かにそこには兄だと思う遺体があった。だけどこれは誰だ？もう一人靴を履いたままの遺体があったんだ。兄の遺体は玄関に向かってつま先が向いていて、近くに小さな消火器があったらしい。靴も履いていなかった。でもその遺体は土足、そして今にあったのだ。これって事件なんじゃないのか？俺はどうしようもなく大きな不安に駆られる。しかし警察は身元の確認が完了するや否や事件として捜査しているかどうかすら教えてくれず、そのまま返されてしまった。住宅が全焼し、焼け跡から2人の遺体が見つかった火災で、遺体は住人の竹本誠司さん、パート従業員の河合隆文氏だったことを警察は発表した。河合隆文？1週間後、警察は兄の知人のパート従業員であることを公開したが、正直俺には心当たりがなかった。俺は身元の確認の件から警察に対して不信感を抱いていた。だからですね、調査中ですから。くそ。遺族の俺に対して何の説明もなく、2つの遺体があることに対しても何も言わない。連絡しても直接尋ねて聞いても教えてくれない。だから俺は自分で真実を探ることにした。まあお前、河合隆文って聞いたことあるか？いや、聞いたこともないな。河合隆文って方はここにいらっしゃいますか？取引先とかには。いろいろ大変だったね。協力したいんだけど聞いたこともないな。ごめんね。どうして誰も知らないのに今に遺体が？兄の職場の人や友人、知人、同級生など兄を知る人を訪ねたり連絡を取ってみたものの、その河合隆文という男を知る人はいなかった。何も進まない。警察も捜査しているのかしていないのか、どうしたら？俺は早くも心が折れそうになっていた。しかし俺が取り寄せた解剖結果によって事態は大きく動き始める。言い争う声を聞いた女性が警察に通報。残っていた着衣からガソリン？解剖結果にはさらに喉の奥に大量のすすが認められたと書いてあった。つまり兄は火災の時まだ息をしていたということだ。これはただの火災じゃない、確実に事件だ。竹本誠一の弟です。先日解剖結果をお願いしていたんですが、もっと詳しく遺体を調べていただくことはできますでしょうか？お世話になってます。できますが。俺はすぐさま解剖医に連絡。詳しい状況を知るために俺はさらなる解剖を依頼したのだ。しかし数時間後。なんだ、警察から電話？警察から電話があった。兄のことで何か分かったのでは、そう思って電話を取るが、予想は大きく外れ、警察は思わぬことを口にした。ひろしさん、解剖医に連絡したそうですね。どうして？それは。まあ警察ですから、必要なことはやったんだからもう解剖はいらないでしょう。何か警察に不満でもあるんですか？こういうことされると困るんですよ、こっちも。はぁ？正直開いた口が塞がらなかった。しっかり調査もせず、遺族である俺に何も知らせず、捜査状況も教えてもらえない。不満がない方がおかしい。俺は兄さんのためにできるだけのことはしたいのに、どうして妨害されなければならないんだ。警察への不信感はさらに高まった。きっと警察は何かを隠している。俺は弟だ、妨害されてたまるか。こうして俺はさらに独自に調査を進めた。とはいえ何か新しい情報が見つかるわけもなく、さらには河合隆文が誰なのかすらつかめず、自分の力では限界を感じていた。しかしそれから2週間が経過した頃だった。カードの請求書？兄の家宛に送られてきた郵送物、それはカードの利用明細書だった。俺は何の疑問も持たずに開けてみる。するとそこには、なんと火災前日まで1ヶ月にわたり総額40万円ほどのギフトカードが何度も購入されていたのだ。これは絶対怪しい。もしかしたら河合隆文と何か関連があるかも。すぐさまカード会社に連絡し、詳細を開示するように求めた。そしてその開示によって最初に購入されていた20万円ほどのギフトカードはネットでの注文で、送付先も受取人も河合隆文であることが分かった。やっぱりもうすぐだ、
もうすぐ真実がわかる。ここに来てようやく糸口がつかめたのだ。もう少しで兄に何が起きたのかわかる。そうすれば兄も成仏できるだろうか。その時だった。なんだ、知らない番号。知らない市外局番だ。俺はきっと何かの知らせだと直感し、すぐに電話に出る。もしもし。もしもし、サーフィン用品の販売店、得意サーフの得意と申します。河合隆文をあなたが探していると仲間から聞きましてね。二人ともうちのお得意さんなもので。それで、まあこっちの方でサーフィンしてる連中らで河合さんのことを調べさせてもらったんですよ。ちょっと河合さん、仲間内で窃盗して問題になったことがあったんで。窃盗ですか？でね、2006年に放火、住居侵入、窃盗で懲役8年の実刑判決受けてることが分かったんです。それは本当ですか？俺は徳井さんによくお礼を言って警察にすぐに電話をした。兄の家にあったもう一つの遺体の人、懲役8年の実刑判決を受けてますよね。そこまでこっちは調べてるんです。そうですか。警察はそれ以上何も言うことはなかった。その後の捜査で河合の車の中から父の通帳とギフトカードを購入されていたクレジットカードが見つかり、河合による犯行が確定となった。遺族の気持ちをおもんぱかることができず申し訳ありませんでした。何を今さら。兄さん、解決したよ。結局警察はしっかりと捜査を行っていなかった。謝ったからといって何かなるわけではない。結果的に俺は兄の死の真実を知ることができた。今はそれだけでいい。この動画がいいと思ったら高評価とチャンネル登録をして待っていてくれ。では次の動画でまた会おう。ヒロヒロ探偵団。